どうも、妖怪ウォッチ専門チャンネルです。映画妖怪ウォッチとグリココラボのデザートいろいろ買ってきました。このアイスのやつとか、あとこれはプリンで、これはヨーグルトですね。で、この妖怪ウォッチ動く塗り絵っていうのを今回やってみたいと思います。どこ？よ。プリンの側面に説明書かれてますね。1、右のジバニャンに色を塗ろう。2、専用アプリをスマートフォンにダウンロード。3、アプリを立ち上げて色を塗ったジバニャンをスマートフォンのカメラで読み込んでみよう。ということで、ジバニャン塗ってみます。はい、ジーバには一旦こんな感じで塗ってみました。次は専用アプリをダウンロード。この QR を読み取る。はい、サイト開きました。動く塗り絵アプリ紹介、塗り絵シートをダウンロードしてプリントしてね。ここからアプリダウンロードできます。ちなみに塗り絵シートはジバニャン、フユニャンと、あとコマジロウ、ブシニャン、メラメライオン、ロボニャン、あとノガッパの計7種類ありますね。なのでヨーグルトとかプリン買わなくても動く塗り絵できます。マジか。このアプリをダウンロード。アプリを起動して AR 塗り絵スタート。オッケーって出ましたね。あれ全然何も起きないですね。 線を塗りつぶさないように塗ってねって書いてるんで、これがあかんかったんかな。ということで、何も塗ってないバージョンでやってみます。すごっ、わかりますか？ジバニャンめっちゃ動いてる。なんじゃこりゃ。すごい。ジバニャンがめちゃくちゃ動いてる。なぬ。後ろに色があるやつ持ってくるとわかりやすいですね。これいろんな色塗ってフルーツニャンにしたりとか、なんかいろいろカスタマイズできそうですね。向きを変えたら、これ後ろからもいろんな角度からもジバニャン観察できます。すげえ。はい、今回はここまでです。最後まで視聴ありがとうございました。